マミコアキ RJ's World。マミコ and アキ RJ's World。この番組は海運講談師アキ、アキ RJ 氏と英会話講師マミコワールドの世界。海の見せながらゲストの世界を覗き込んでみる番組です。最後までお付き合いください。This program is presented by Aki LJ, who is a fortune storyteller and NMI Mamiko World. As an English instructor, we're searching people's world and also showing our world as well. So please enjoy our live show. さあ、今月も出演あります。豊臣雄生さん、ラジオ10期、豊臣雄生さん。Featured 豊臣雄生。今日はこんな感じで入ります。ドン。久しぶりの画面。久しぶりの画面でございましょうか。ね、もう少々お待ちください。何がで、何が、あの人が来ます。はい。今日番組お休みやったらしいよ。あ、そうですか、うん。よくあるよな。前の時の2年か3年前もあのうちの時出て、うんうん、なんかお休みやったみたいな。うん、まあ申し訳ないね。ご足労かけてきていただいて、はい、これは持ってきてくれてんやろうか。聞かなあかん、これね。どうでしょうか。はい。ということで、この前、はい、マミちゃんとアッキーは火曜日にエトラジオやってるんですが、そこでは映ってません。なので、映った状態で、あえてやります。何が喋りすぎだ。喋りすぎだ。喋りすぎだを書いたの。今日何日とか、もう何日。3月の12日、第2土曜日、午後6時回ってます。生放送。ね、めったにアッキーとマミちゃんが生で、こうやって体が映って、2人でこう映すことがないってね。うんうんうん、パーソナリティだけ、今日アッキー RJ 氏にしておきましょう、ここはね。でマミコワールド女子、この画面は今だけです。ゲストさん来られるとこの画面ちょっと使い、勝手がほにゃららでございました、はい、ね、ということでエトラジでもやったんですが、喋りすぎだをかける人は僕は喋りすぎだ山田コーチや言ってね、考察今からしてますね。You talk too much。 ただかける人を言うたらいっぱいおるけどね。かける人はね、かける人、かこう思ったら真帆さんだってかけるわけでしょ。かけるね。ね、ごまさんもかけるんか、ね、はい、西島さんもかける、涼介さんもかけるな。西島さんは誰やねんって感じ。涼介さん、相良涼介さんかけるよな。でね、何の話してんねんと、分からん人は分からんよけど、うん、僕は山田浩二フラグ立ててんけど、火曜日の番組ではほぼ日野さんで市場の時の、まあ、奥にでも真帆さん隠れてんのかなとかいう話をしてて、山田説はツイッターでしか言ってないねんな。でも山田さんと秋の菱田さんとな、清明君がツイッターかなんかで番組告知したら、菱田さんがもう隠し事ありませんかって山田浩二に聞いてたら、ないです言うたから、でもまだ日野説湧き上がるの俺みたいな感じでね、何言ってんのか分からんけど、これやっとかんとね、考察しとかんとね。もう今日明日土曜日、じゃあ今日土曜日の明日日曜日でしょ、はい、3月12日土曜日で、火曜日にマミちゃんに言わなかった山田説の、ここをマミちゃんに聞きたかったのは、うん、はい、背番号10番を上げたから、うん、バタコさん、小畑さんと、うん、要するに、まあ、アツト君がああいう形で行くことになったわけ、うん、なんでかって10番の ユニフォーム持ってるからあげようかってなったんだけど、うん、あそこにもし作為があれば、もっと言うたらな、俺小学校の時ずっと野球やっててんけど、うん、小学校6年はレギュラーやけど、うん、5年の時にはほとんど出てない、名前乗っかかってるだけ。なんでかって毎年6年生がレギュラー取って、5年生なんか、まあ20人なら20人のメンバー入りは上手な子入ったりするけど、ほとんど入れてくれへんねん。っていうか、まあ変な話、卒業記念や。最後の大会って。で、なんか、ちょっと確認しないねんけど、ごめんな。あっちゃんは4年生らしいねん。俺5年生も出てるけど、4年生が10番取らへんやん。まあ、後ろ、数と一緒で11をエースナンバーとするなら次ぐらいや、うん、まあ、だからマラドーナも 10番やったかな、うん、結構な1やん10番って名誉番号やん、でその番号よっぽどうまかったらそれは取るけど、うん、もうその時点でな、うん、作為があったんじゃないか、だって10番じゃないと、うん、バタコさんとのあれ話はできひんやん。確かにね、もうすでに偶然のあれじゃなくてでね、これ僕言ったら DNA の 0% は俺火曜日は説としてありえへんって言ってんけど、あれな、愛し君の子じゃなくて凌介の子やから運動神経そんな良くなくてとするやん、本人は言うてるわけやな。でもまあ凌介さんっていうか西島さん運動神経やけどな、でそうなってきたらそら上級生いじめるいうか、その嫌な気になるやん、なんであいつやねん。だってほんまにうまかったらさ、だから松井って知ってるやろ、松井秀喜さん、あの子らとか清原さん、桑田さんクラスやったら、それ1年間でもそれはレギュラーでエースになられて4番打たれても、まあ、周りはしゃあないかってなるとこもあると思うんだけど、そんなに実はあっちゃんうまくなかったんじゃないかと
でも10番にせんとあのユニフォームはできひんや、うん、でバタコさんそんなに OG いうか OB やからって OB っていうか、うん、あの保護者やからってあんなしょっちゅうグラウンドに出入りできんの、うん、今って結構厳しいからグラウンドにも来られへんねんなほんまはな、うんうん、でさらに、うん、あんな仕事しててサッカーコーチのあんな仕事してどんな心に給料、うん、まあ下したよな、うん、でも俺は山田さんを教祖の息子や思ってんねん教祖ね輝きの世界ももうあそこからこれ以上出てきてないやんか、ね、んで猫おばさんと教祖さんが兄弟ちゃんが思って、うん、姉妹いやこれはもう妄想の世界な、ね、でも占いできる人って結構宗教行ったりするわけ、で宗教の人にとってあの天然で占いが、まあ、霊感できる人って本当すごい存在やねん、変な話ちょっと負けた感、うん、才能って怖いやん、なでもその道の世界ってあるやん、何言ってるか理解できてんねやな。マミちゃんが理解できてる。そうどうでしょうか。で、元木さんと山田くんが、まあ、兄弟か、うん、兄妹だったらおもろいなってやつな。うん、ああ、面白いねっていうね。うん、で、はい、でこんなしてたら、魔王は轟き戦、轟きさんが全然、轟き剣在のことが全然出てきないって言って、うん、魔王を轟き剣在のあの、うんうんうん、構造さやとして、息子の、うん、娘のマリナちゃんを、魔王の娘やった、それはそれでそうかっていう話もあんねんです。うんはい、で相変わらずマミちゃんは日野さん、二宮さん、この前に二宮さん言ってあったけど、もともと日野さん説なんですよ、マムちゃんって。で、この前は19話の終わりでは二宮さんに傾いて、うん、で現在、どうなんでしょうか。どうでしょう、二宮さんも怪しい、みんな怪しいし、みんな怪しいし、みんな怪しくないし、っていう。日野さんのもうちょっと描写欲しいよなっていうね。で最後持っていったカウンターから持っていったもう鍵かアイスピックかちょっと護身用ナイフかとかいう、いろいろ皆さん護身やね。で自分の車では今回行かなかったのは尾行してるの車やと、あの川村さんはもう分かってるから、ついてきてるやつ尾行してるやつ分かってるから、もう分かるやん、でもタクシーやったらっていうね、だからあえてタクシー乗ったんちゃうかって、友達の車知ってるやん、確かにね、うんうんうん、とかね、いろいろね。で二宮さんの横におった小太郎くんはもうツイッターかインスタで、ひかりちゃんが、ひかりちゃんの俳優の人が一緒に小太郎くんの写真撮ってて、そのセーターがそのままやから、はい、まあ二宮さんの横におったのは小太郎くんやろっちゅう話、でもセーター変えたら誰でもいけるか、あれもね、皆さん見てますか、真犯人ミスリードかっていうね、はい、TV ドラマなので、まだ僕ツイッターで山田フラグ立ててしまったけど、山田日野さんでマミちゃんはこれ爆地でもなんでもないねんけどな、誰か当てるのは別な、当てるのプラス仮説とか妄想、うん、したい。だから喋りすぎた書いたの誰よって話。誰よ、うん、ね、喋りすぎたを書いた人が真犯人かっていう話になってきたら、そこを一致していかなあかんや、うん、林さんをやっちゃったのはどうねんってなった時に、ね、なあってあと真帆ちゃんの指輪な、ね、誰が置いたんやっ、ね、誰が置いたんや、もう全部、うん、解明ね、してほしいけどね。で、どあと真帆っていう字がな、うん、真犯人フラグを帆とするなら真帆になるっていう名前が、番組タイトルが真帆の省略形、ね、確かにね、うん、すごいね、そこまで考えてる、この脚本というか、うん、書いた人スクリプトというか、うん、ね、だから市場の時に真帆ちゃんがいたら、まあ、日野さんプロット、ね、説なんですけどね、うんうん、そんな感じで僕が言いたいことを全て言うたんだろうか。結局はどうなの。あ、山田日野です。両方2人。山田説がもう圧勝ですよ、僕の中でね。でも菱田さんがさ、山田さんにさ、いわゆる俳優さんに対してね、告知としてね、もう隠し事ないですかって言ってんねやか。でもあってもええと思う、まだあってもいいと思うね。ただ番組テロップに主な出演陣には山田浩二の名前出てきへん、柿澤さんとか出てきへん、大体吉根さん、あ、まあ、西島さん、吉根さん、宮沢さん、田中哲司さんぐらいなんです、出てくるね、意外な人物なのか、だからめったにこうやってね、顔出しして番組配信生放送しませんから、まあ、あいつ言うとったでって言われて結構、ね、うん、ライブでね、言っとくとね、はい、で、まあ、ちゃんはもう私は誰も立てれない。うるせえやん。いや、当たったら例えば1万円ですとかさ、別に博打っていうことじゃなくて、賞金が出ますとかやったら、あの、マークシートと一緒で。だから1人じゃないんじゃない？あ、それもいいよ。だからマークシートでもいいから、とにかく入力しとかな、得られへんやんか。だからもし複数なら、誰。要するに、あの、あげといていただいた方が月曜日に楽しみ、まあ火曜日のエトラジオ楽しみができるんですよ。エトラジオまたお楽しみくださいね。まみちゃんと2人で喋ってますから。じゃあ日野さん。
日の節でまみちゃんはもう押すと一人でいいですか、はい、一人でいいです。ただいろんなものが、絡んで複合的にこう絡んでですけどって感じだけどな、ね、いろんなことが絡んでですかね、まあ、だから今日のお友達がね、お友達パーソナリティさん来はるとして、見てはらんかったらこの話できへんしさ、来られても、まあそこで盛り上がるのかどうなのか分かんないんで、確かにね、まだ、ね、フラグを立てて、フラグってこうやねんって、こうね、フラグ立てて、旗ね、旗、この人だよ、ここだよ、俺の手短いから、旗、こんな感じで、旗になってるんです、旗になってるんだよね、フラグを立てる言うてね。まあ、魔法の方もここ魔法の方が方やろ、ねうん、ヨットの方やろ、まあ、方やろ、うん、それからここだよっていう印みたい、印っていうね、だから真帆ちゃんが生きててほしくて4人で家族4人でその死別やったっけ、あの映画、ね、アニメを見に行ってほしいっていうハッピーエンドであってほしいなと、ハッピーエンドなわけではないねんけどね、まあまあ事件やからな、でも、ね、まあそうであってほしいし、家は建つんだろうか、誰が建つねん、建てねん、ね、それも家というね、うんで、あのプロビンチャンネルが実在してることね、俺も YouTube チャンネル登録してることね、はいはいはい、うん、でプロビンが誰やった、昨日とかスッキリかなんかで、はい、プロビンが神谷運輸に就職するんちゃうかとか、勝手な説やで、勝手な説ね、だってさ、まあ、回収しないことまだあるし、その、まあ、いっぱいありますね、してなくて終わる場合もあるやん、伏線回収せずにね、あっそうっていうね、それからなんかフールっていうか、フールでなんかまだちょっと追い出ししてるから、そっちでまあ追加補充をするかもしれんけども、はいはいはい、現実問題は、まあ日曜日10時半からの1時間、普通にもレギュラー放送だけだし、延長もらえるみたいだけど、そこでもうすっきりさせてほしいよな、すっきりさせてほしいね、久しぶりにバックトゥーザフューチャー以来なんか伏線回収、あ、こういうことやね、もう一回見たい感じはありますね、まあ、あの第1話かダイジェスト版がね、日テレ公式の YouTube ずっとライブ配信してる、うん、今やったら多分19は大事ですね。でもいい方法よね、またもう一回見させるという、なかなかね、まあすごいわ、すごいわ、面白いわ、テレビ久しぶり、ね、本当、まあ、ミステリーという中で見てるんやけど、ね、ミステリーです、ミステリーという中でも見ちゃってますけどね、ミステリアスドラマ、TV ジャパニーズドラマ、そうなんですよ、まもなく6時13分です、何で6時13分だ、開運講座、シャッキーさん、豊臣さんになった日が6月13日、6月8日がアキさんの、デビュー記念日っていうね、はい、あの天王山、あのいわゆる明智光秀の秀吉君がやっつけた日なんです、なりました、6時13分になりました、さああと、まあ、2分ほどでね、はい、読めば来るし、今日のゲスト、ね、時間が来ればあの来られるだろうと、はい、ね、まあそういう感じで、まあ、あの方ができるかどうか分かりませんがね、まみちゃんには今日、アッキーさん、そんなあのテレビ番組について語る人と思ってなかったんです、あの今日どうしたんですか、やりたくなったんです、急にね、まみちゃんと2人でね、なんか恋話してもあれですからね、あ、うん、だっていつも今日は何の日から始まるの、今日いきなりテレビ今日は何の日用意してますけど、テレビドラマの話ですよ、彼女が来ないと、いや自分の中で何でしょう、なんていうかな、日の三節だけで終わらせてしまったから、市場の時におるんちゃうかだけで終わらせてしまったので、山田説について考察はね、文字でついたりはしてるけど、それを言葉にしてやっぱり音に残したいっていう思い、記録に残したかったんでね、どうしてもこの時間をお借りしました、はい、はい、それではまみこさん、そこのスイッチを押すと、これを押すんですか、あの方が来ます、まあと1分でね、お時間でございます、あ、もういいです、押す、まみちゃんがすっきりしてますか、僕はすっきりしたんだろうか、はい、まみこ&アッキー RJ's ワールドは、じゃああそこのスイッチを戻しておいてもらう、どうする、あ、戻しますか今、はい、戻してオープニングトークしますか、オープニングトークしましょうか、はい、はい、ではどっちが先で、じゃあ画面を切り替えておきます、はい、あ、バレちゃったかな、はい、オープニングになりました、はい、それではくるくるって回して位置にしまったらいいですよ、あ、 OK です、じゃあテルリリースしてもらっていいですよ、はい、読んでおります、 calling これかな、さあ、あの人が来るのか来ないのか、来たらあのスイッチに切り替わると、今、はい、わーさんこのね、久しぶりにまみちゃんと2人だけの画面でお届けカットしますね、もうずっとあの裏舞台も表舞台も見せます、さあ、はい、あの人は来るんだろうか、これ呼んでるんですかね、押したら呼んでるんですけどね、はい、 OK ですよ、 OK ですか、もう大丈夫だと思います、はい、はい、
ではお待ちしておりましょう、あの人は来るんだろうか、来るんだろうか、ね、あ、来られました、お着物で登場、 あらまあらまあらま、はい、じゃあ画面を切り替えるよ、よろしくお願いします、オープニングトークが、ね、あの十分果たせまして、あ、そうです、美奈子ができる話かどうかわからんかったので、ね、あ、そうなんです、そうなんです、ね、さあということで本日のパートナー、美奈子の今伝えたいことよりパーソナリティ森重美奈子さんです、よろしくお願いします、ようこそようこそ、ウェルカム、起床起床起床で、メモるメモ、まあ、メモ子ちゃうわ、美奈子メモの、ちゃんと持ってきたわよ、さすが、もうそれはね、あの忘れずにちゃんとこうちょっと、ね、さすがメモろうと思って、メモることがあるんだろうか、そんなええこと誰も言わへんのちゃうか思ってね2019年の1月12日に、なんかどっかで出てるのかな、3年前これ1年前でしょ、2017年の1月も出てはって、まあまあ何回か出てもらってんの、そうか、2017年でめっちゃ前やな、めっちゃ前やね、めっちゃ前だ、5年前やん、19年ちゃいます、あ、19年ごめんなさい、2019年の1月12日に初めてスタジオシーン、これがそう、あ、そうだそうだそうだ、そう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 、でその後ね、新春スペシャルで出てくれてはるんですが、ジャズのことジャズね、はい、ジャズさんです、でのっけからこんな話していいのかどうか分かりませんが、美奈子さんには、はい、3回読んだんやけど俺らいつ呼ばれんのいや今日みたいにさ、そうやろ、今日みたいなゲストが抜けて困った日は、ただ1時間早く来なあかんからな、そうそうそう、いや、じゃあどうしようかな、うち5時入りやからね、今もう2時間弱やったっけ、そうやね、そうそう、あ、まあ、またまたそういう時、はい、次ほんまにお呼びしていいんですか、いや、だから今日の、あの、うん、主題、うん、もうなんていうの、こう趣旨テーマは、うん、俺たち3回呼んでんのいつ呼ばれるのかコラボ出演言葉を美奈子は知らんのかいうことについて、バイスバーサ今度ね、はい、いや、アッキーさんも呼んでくれはったしな、翔子ちゃんも呼んでくれはったしな、あ、そうか、で、あの子、ほら、ノリ子も呼んでくれたな、あ、そうなんや、そうなんや、あら、そうやね、美奈子さんのところに私たち出てる、ね、出てないのよ、私たち、いやいや、いいの、ねほりはほり聞きますよ、大丈夫、あの、パスするからパスするで、第2しかあかんねん、どっちにしろ、まみちゃんが、そうか、うん、あ、じゃあ出れるんやね、だから1時間早く来る4時半からさ、美奈子の今伝えことに可能、はい、はかの、はい、ただ、到着がね、あの本当に言うと感動できないっていうね、うん、逆の場合はできるんですけどね、うんうん、そうよね、うん、で、あのもうパーソナリティ森重美奈子さんって書いてますから、自分の番組は持ってもうやっていかないとやっていかない、美奈子の今伝えたいこと、マミコがどこまで、あのマミコワールド先生がですね、はい、どこまで告知したことがタグ付けされて美奈子に伝わってるか知りませんし、6時15分のことがどこまで伝わってるか知りませんし、ゲストさんは赤ワインがジャジャさんへ、アッキーさんにビール、マミコさんにジュースという差し入れのこともどこまで伝わってるか、ああ、そうか、ごめん、伝わってなかったです、そういうのも、あのとりあえずあのアッキーさんにビールもできる、そうやろ、そういうのが、まあ、マミコさん今日ビール持ってきてはるからな、うんうん、はい、じゃ持ってきてね、ビールな、ビール持ってきて、はい、じゃあマミコさんからどうぞあ、マミコさんからです、お、何ちょっとハッピーベレッジバースデー、ありがとう、ご機嫌だけ取っとこうよ、ね、ご機嫌だけ取っときます、魚座さんでしたね、そうです、魚座さんなんです、そうなんです、パイシーズ、魚座水が水亀だよね、あ、僕は公表しないです、2004年6月8日がデビュー、うわ、ありがとうございます、まあまあ、あ、それでそれを今日おやつないね、あ、ほんとみんなで食べよう、よかったらみんなで食べようっていうやつ確保して、自分の分は確実に、これは、まあ、スイーツになりましたけど、何ですか、ナミナミちゃんの分って言って確保ってそれはそれはしまった中でそれをちょい前でしたね、お誕生日ね、そうです、3月1日です、3月1日、魚座さんやんね、はい、魚座さんやん、そう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 、ハッピーヴィレッジバースデーです、はい、ありがとうございます、よかったです、はい、ね、もう3月が桜の季節らしくてね、早いね、うんうんうん、桜マーチって大丸も看板出てましたけどね、あったかいからね、今日とかもあったかかったね、めちゃくちゃ今日は急にあったかかった、ね、です、だからもうすぐあの美奈子もこうほどくんじゃないかってもう美奈子は着物着てくれるっていうね、もう定番あのあなんてドレスコードっていうのは、あ、そう、暗黙の了解であるんですけどね、あ、そうだったのね、そうだったの、今日はね、じゃあ、はい、あの宿題がね、ビールの宿題もクリアして、まみちゃんは、はい、あのなんか舐めといてくださいね、はい、チョコレートも舐めてもらってで、まみこさんはもう赤ワインもできてますから、ね、はい、そちらもまた、で今日土曜皆さんの方は大丈夫なんですか、
あの豊見なあもうあれでもソールドアウト、ね、ソールドアウトあそマジですかおめでとうございます、ね、売り切れ、ね、売り切れです本当に本当、うん、御礼やねそうですね売り切れちょうど新しいのが4月に出ますまた新ブランド同じねそれ方一緒やねんけど、うん、酒米が、うん、あの、うん、なんていうかなお町っていう酒米で作ってる豊さんがね、うん、あ豊さんそう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 またちょっとじゃあ味はちょっと違うかそうやねちょっと変わるでしょうねっていうまあね僕らのゲストさんというかパーソナリティのパートナーの方にはね基本写真の提出は求めないんですが、はい、美奈子さん大丈夫ですか、うん、これ以外写真ないですけどね今日ねどういうことあのね美奈子の今伝えたいことの終わった後には美奈子さんのゲストさんから提示いただいたお写真とかがデータでいっぱい残ってんね、うん、で俺はそれをリムーブして全部貼り替えてうちの番組ショーに変えるんですよああ、ね、そっかそっか、はいうん、でもうちからは、はい求めないじゃないですか。あなたが来てくれるだけでいいのよ。マイクの前で喋ってくれるだけでいいのよ。喋って。喋りやほんま。喋らなかった喋。あだからそう上回ったふにゃふにゃしたりしないですけど、もうね慣れたもんでね。慣れたもんでね。3回目やしね。本当ですよ。3月12日土曜日ということで、財布の日。財布の日。3月12、312が財布と読めることから、ね、なんかこだわってる財布話とかね、番組でゲストさんからお財布をここでもいただいた話とかね、してもらってもいいですよ。なるほど僕ね、昔、海運生放送の時は、はい、ゲストさんから。いただいてます。海運財布、ね。海運財布。いう石屋さんって、そういう、石屋さんの方が来られて、財布ってほらねよく風水とかで1年に1回買えるじゃないですか、うん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 、あんなんどうされてます、それが、望ましいですあそうなの、うん、望ましいですって言うとかんとね売る側もねやっぱり春財布ですからね、うん、そうか春ね春財布ですからねけどまあ現実はどうかねいや私ね、うん、そういうね、まあ、昔はそんな話とかもあってね、うん、なんかこう変えなあかんかなって思ってないけど、うん、今持ってる財布ねもう10年ぐらい使ってんねんけど、うん、全然、うん、なんていうかな、まあ、かちょっとベース革財布の、うん、シンプルなベージュのなんかやつなんですけど、うんうんもうずっと10年使って全然こうなんていうの丈夫でね切れくってね、うん、まあグローブもそうですけど革はねやっぱりいい感じになりますからね、うん、色合いもねあとなんか不思議とずっと使えてしまって、誰からいただいたというのもあるしねだからそういう金持ちの方からいただいた理由とかね、うんうん、なんかその時の干支の人からもらうといいとかあそうなんや何年の人がいいやなんかそういうのもあるしねなるほどね、うんうんうん今日はねマミちゃんには財布の日ってちゃんとあげてるからね少しは勉強しときやと思って美奈子さんにも分かるようにあの原稿は送っときやああいうたんですけどまあそんなもんやろね、まあ、フリートークですからね本当ね、そんなもんですよ、ね、もうでもね最近財布もキャッシュレスになってきてそうよどちらかというともうスマホがねピッピッピッお財布帰りになってるんですけどそれはポンとかねね知らんやんもう中にしてることあったら言ってもらっていいですかピッピッとかなんか言うやんライペイとかピッピッとか言うかなんかどうも ね、なかなかお財布を持ち歩かなくてもいいようになってきてしまいました、ね、そうですねそれ13そうです13あらまトロリーントロリーン13あのカメラのねとこで13って分かるよねだからまあスマホをいいやつにしないとねってこと、ね、そういうことです、ね、そういうことやなそういうことです、ね、もうなんかもう、うん、ねスマホがこれパソコン代わりにもなってるし、うん、動画編集もするし、うん、もうこれが仕事道具やから、ね、もうねおあの絵の買いましたなんかあのちょっとしたショートムービーも上がってショートムービーっていうくくりじゃないけど、ね、上げてあるよねよく上げてますねこの事務所オフの時もねそうですそうですねね、編集してねあれ結構時間かかんねん、うん、ああそうな編集するちょっと、うん、だいたい俺がこっち準備してる時向こうでゲストさんとしゃべっとって、ね、だいたい俺映ってだ俺と映ろう思ったら何倍駅でばったり会わな映らないそういうことねあと8時まで待っててもらわな映らないばったりしたことありましたねありましたね、そうねだからね今年まだねまともにね俺ばったりこんないね何があったある時みたいに森重美奈子さんと美さんが歩いてて俺らが歩いてて難波のああいうとこでパターンと打って結構あってでもやっぱりああいうご時世このご時世で、ね、まあまああの人の目を見ようになったもあるけどあ、ね、統一がね分かれへん場合もあるやろ、ね、そうねマスクでね、やっぱり、うん、気付いてない場合もあるよ、ね、そう今日なんかだったらもうマミちゃん経由で待つしかない美奈子が来るのかってあ来るのかじゃもう来るって言うてんねんか来るなら来るでいいけどちょっとごめん15分だけ俺のネタやりたいのあるから、うんうんうん、あのもう原稿にそれを作っといてくれって言って、うん
ったら、うんうん、それはもう現場で、うん、もう現場で聞いた話でしょ、うんうん、伝わった話っていうのは、うんうん、もうさっきの話でしょ、うん、だから そんなんも、うん、まあみなこならできるわ、できる、できるって何でもできる、まあ、15ちょうどよかったです、ちょっと、うん、本当にギリギリになっちゃってくるのが、本来はあのゲストさんが いらっしゃるやん、みなこの今伝えた、はい、 そうね、その方とのこう流れとかあるやんか、うん、はい、であのいわゆるお接待せなあかんのちゃうかな思って、うん、もともと本当にあの前回の1月ぐらいに来てもらう時にも、うん、僕は60分設定にしてたんです、でその原稿をまあコピペしただけなんですが、何言ってんねんで配慮、配慮できる、アッキーは気配りができる人っていうのを言っちゃう、あっち向かって売り込んでます、ね、ご自身で売り込んでおいてください、あとはもうみなこの今伝えたこと今何回やるの、36か、まだ言うても36、まあ、50回までの間にね出ることがあるんだろうかね40回言わんかったからね俺ね、第40回までと言われて50回までの間にね読んでもらえるんだろうか、第77回ご出演森重美奈子さん77回、うちなら今日77回、ね、おすごい77、ラッキーセブン、ラッキーセブン、セブンじゃん、毎週してないから数字のカウントはね月1って増えへんな、そうですね、そうね、私も月1ね、全然子さん感が出へん、ほんまやね、ほんまやね、さあということでいいですか、ということで3月12日モスの日、モスフードサービスが制定、昭和47年1972年3月12日、1972年3月12日、私生まれたあれと一緒よ、昭和47年モスと同級生、そうほぼ1週間ぐらい、モスと同級生や、初めてモスバーガーが実験でオープンした日、成増市という駅前かな、どこ東武東上線成増市 駅前って読むからか、ごめんなさいね、地名は僕あまり、ね、得意じゃないんでね、東武東上線、東京の方ですね、モスバーガーズオープン、モスバーガー実験で、今日はモスの日ね、この辺に、ね、モスってどこあるのかな、モスのキャベツレタスはね、あすぐこのブラカンのスタジオの近くにある、あございますですか、そうなんです、ね、あります、まあ、気にしたらね、うん、まあ、もうちょっと早く言ってあげてたらね、うん、モスのね、モスバーガーをね、こう照り焼きチキンバーガーとかね、来たか、なんとかバーガーが来たかもしれないですけどね、僕たちはモスいいですよね、どこどこの農家さんのお野菜使ってるとか、そうね、そうね、やっぱり素材ね、いいんですよね、そうですね、ね、あんまりでもめちゃくちゃいっぱいあるわけじゃないね、モスって昔路地裏店言われてたからね、ああそうそうそうね、マクドさんってでかくドーンって今やったらドライブスルーとかあるやんか、モスさんってあんまりないもんね、ね、そうね、ちょっと路地裏に、路地裏に、うん、はい、うん、はい、あの高校の時の友達がバイトしましてね、あ、私分からん、ボスってどこにあるのってほんま分からんかってね、ちょっと変な川びりみたいなところありまして、いいですか、まあ、まあ、多分皆さん勉強してきてないやろうからね、ボス話が詳しくなる必要はないんですけどね、はい、モスはだから高級って感じよね、あ、そうやね、ちょっと高級感じよね、そうライスバーガー始めたのモス、あ、そうだよね、あの始めたかどうかわからんけど、うん、やっぱりライスバーガーといえばモスっていうイメージが強いですな、うん、パンじゃなくてなんか日本のものね、うん、素材を大事にしててっていう感じがすごい印象強い、うんうんうん、まあ僕はね別にあのロッテリアさんでマクドナルドさんでも構いませんけどね、はい、行きますけど、ね、行ってもいいですけどね、あの健康とかそういうことじゃないですよ、行ってもいいですけど今日はモスの日ね、たまたまモスの日です、うん、はい、続きましてスイーツの日、3月12日、うん、サンガス、スイーツの語呂合わせからスイーツの日、あ、なるほど、スリーとね、スーパースイーツね、2008年に制定でスイーツの日ね、まあまあお水の人にね、お水、今日お水のあれはないのね、今日はお水のあれはないのね、あ、持ってきてないね、まあ、ね、砂糖がどうなんだという部分もありますが、はい、何砂糖、食すものね、食すものね、健康にスイーツね、コレストロール値を下げて、ね、1、ね、2、リコピンなどいただいて、適当に今日はそうよ、米粉ケーキを作ってきました。おみや、米粉ケーキってそのお召し物みたいな色の、そんな色の、米自体はね、米自体はそんな色よ、米粉はね、作ってきました、米粉酒粕。酒粕ケーキ、それこそあの豊美奈、あの日本酒、うん、マイブランドの、うん、豊美奈の産物の米粉と酒粕で作ってる、うわすごい、結構美味しいんですよね、すごいね、なんか昔酒粕かこうなんか豊美奈系のなんかお買い求めありはったんちゃう、あ、お米、お米か、当初あ、違う豊さんの、麹、なんか昔それこそ豊美奈ブランドが出た頃、ね、出た頃、うんうんうん、めっちゃ持ってきてはったもんね、あの頃ね、そうね、うんうんうん、俺はもう豊美奈さん、いや豊美奈さんというか豊さんが、うん、あのレギュラーアシスタントで当時思ってたからね、あ、うん、あ、そうやね、今じゃルイ・ボストンさんが
そうですそうです、ルイボスさんがここで美奈子にまつついたこと、しょうこちゃんの番組もルイボスさんがここに浮かんでるな、ルイボスさんここに教わってあるんだけど、僕出た時はルイボスさんすごい遠慮して、しちゃうというか、いやどう何を言ってんのかじゃなくて、俺とだからな4人でやるのか、その時はジャジャが引くのかな、みなこの今伝えたいこと第50回記念とかさ、その時はそうやね、ここに座っていただいて操作してもらおうかな、あこれこれ、はい、あこれはいつでもね、いいですけどね。さ、6時半までちょうどぴったんこ、はい、6時スタートの番組としては、ハーフタイムでございます。ハーフタイムです。もうね、言いたいことほぼね僕終わってるんですよ。終わってます。一応気になったら言うときです。今日ねパンの日、豆腐の日らしいです。で、豊井美奈さんの、お酒の最近活動はって聞いてます。あと森重美奈子は何者ですかっていうのは一応質問としては書いてます。そしてうちのレギュラーコーナーとして逆質問コーナー、まみちゃんに1個、秋に1個、まみちゃんに1個、秋に1個っていうのを、まあ、してもらったら、まあ、ベタなやつができます。第2土曜日4時半から美奈子にまつわることは、じゃあ来月かな、また来月、ね、いつか呼んでもらえたらいいなっていうことで、番組が終われるように、もう後半で原稿は終わ、それで全部終わりましてです。前半はもう全て終わりました。後半も、もう今ので全部終わりまして、ここからフリーです。もうなんか好きなようにパーソナリティ、森重美奈子さんに ね、やってもらって、ね、俺もな、なんか楽しく。時間を過ごして、いや私森重美奈子って言うんですけどね、普通の森さ、木が三つの森にね、重なるね、体重の十に、で美奈子ってひらがなで、検索するとね、何で出てくると思います、私のプロフィール。自分で検索したらね、まあいろいろホームページとか、まあ出てくるじゃないですか。確かにね、まあまあ私はフェイスブックもアメブロも、まあツイッターもインスタグラムもいろいろ載せてるんで、とりあえず名前で検索すると一応一通りこうバッと出てくるんですけど、その中にね、まあ3番目ぐらい出てくるのがあるんですよ。ポールダンサー、森重美奈子さんはモデルタレント業をしてる人みたいな感じで、これ何やって、私そんな登録過去の美奈子そうした覚えないと思ってたら、本当に4年前にミセスジャパンっていうのを出た時にね、その時にね、なんかそういう登録してるところがあったんですよ、なんか登録しといてみたいな感じ、それがそういうちょっと事務所的な感じになっててね、一応そこにこんな仕事ありますよみたいなのが、あと入ってくる情報が入ってくる中に私が登録してるもんやから、勝手にそう森重美奈子で検索すると、私タレントなんや、まあこうですよ、出てくるもんですな、そう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 っていう、他人が打ち込んでくれるわけやからな、そうごめんな、今日パーソナリティにしといたな、ごめんな、いや大丈夫、じゃあタレントか、タレントで、そうまあまあ去年から一応女優志望ですね、女優志望なのね、芝居をねちょっとね、お芝居をねちょっと経験させていただいたり、ね、この間はここのブラッカーの、BKTV でちょっと歌わせていただいたり、めちゃくちゃ下手なんですけどね、私が出るっていうよりかは一緒に出たあと2人の方メイン で私が誕生日前やったから、なんかちょっとねバースデー記念的にこう、いい時期だったの、そうです、命にとか魂とかそういうのをテーマにしたね、番組しようって言って、まあ、急遽やってみたりとかですね、まあまあ表現活動やね、自分の表現、まあ、タレントやね、ほんまにね、そうやね、はい、なんか、ね、結構させていただいたりして、そもそもブラッカーでね番組してるっていうのはね、そんなに、その宇宙レベルでいうと厳選された人やからね、なかなかねジャジャとこう波動いうかね、そういうアップリしてできるいたらね、まあ昭和のおばちゃんくらいやけどね、なんでそれ、なんか昭和のおじちゃんおばちゃん、お兄さんお姉さん多いよな、確かにね、そういう世代のスタジオでいいと思うね、どうせ聞いてくれて判断も出るのも、ゲストさんも大体そのね、大体昭和だね、そうね、昭和だね、昭和だね、誰も否定もできへんけど、肯定もできへんけどね、確かにそういえばそうだよね、この色ね、確かにね、すごくこう、でも同じ時代を生きてんねんからさ、みなこが過去やってきたことも、その今ポールダンス言うてもだけど、まあそういう人生を歩んでることもね、たまになんかほら
なんか LINE で何とかあげたりとかすんねやろ、あの Facebook とかなんかすんねやろ、タイムラインなんかあげたりすんの、あ、こんなしてはんねんな、あんなとこイベント行ってはんねんなっていうのもさ、でもまあポールダンサーも言ったらタレントやもんね、そうですね、結局表現活動の一つでチャレンジねして、私ちっちゃい時から体を動かすのがすごい好きで、あの踊り関係ね、結構クラシックバレエに始まって一通りいろいろやってきたことと、あと途中から機械体操選手やったこととで、まあ要は体のパフォーマンスっていうのはすごく好きなわけですよね、それこそ土台はあるから、ポールダンスだったり、そのまた大人になってからね、あ、大人になってからね、そうです、ポールダンスは大人になってもう40過ぎて、ね、ほんの3年ぐらい前にチャレンジしてね、1年間ぐらいね結構いろいろ出させてもらって、ごめんなさい、さっきモスフードと一緒や言うとったから、もう自分でね公表してはるからしゃあないんだけど、もう40以上であることは公表されました、まあでも、どうぞどうぞ、今誰が言った、あ、今かぶったの、私ね、ハッピーアイスクリーム、まあだからそんな感じで、今自分のやりたいね表現活動をねさせてもらってる、あと日本舞踊だ最近やってる、あ、そう、そう、ま、マミさん日本舞踊、マミさんお師範さんよ、なナトリウムかなんていうの、今、まあ、何もやってない、ね、もっとやってない、もったいない、もともとね、もともとええとこのお嬢さん、そういう意味ではね、そういうことや、子供の時から踊ってやるん、でもそれはそうですよ、いや多分まあ、祖父の影響ね、そうそうそう、お父さんあの映画監督、助監督、助監督を、ま、ちょっとやってたことがあるっていう、これ言うとあれだから探偵ナイトスクープで取り上げられてんねん、なんと意味かわないちゃろうマジで、すごいじゃない、多分そういうので、まあ、8ミリをこ う、私も年バレますけど、知人が吉本マネージャーさんやってた頃があってね、その絡みで俺らテンダラさんがね英語万歳するを言うて、ね、それの練習したり芸能系ね何かと なんかねちょろちょろね、なるほど、ご縁があってっていう、へえ、そうなんや、前説したんです、あの司会者させてもらったことです、まみこさんのご縁、テンダラさんの司会をさせてもらったことがあるとかね、ここがねそこその筋でね、まあ、もっと言ったらね今上げてるよ上げてるけど、どこでも落とすかもしれないけどなぜ僕にとってブラカンはジェズさんを紹介してるのマミコワールドさんです、でそれは同じ質問をしておくと、美奈子さんはなんか聞くとこでしょうこちゃん、あ、そうですそうです、しょうこちゃんの番組ゲストで来てるんだよね、そうです最初で多分ミセスジャパンの関連、あ、そうですそうです、その関連で、ね、多分なんかこう、ね、フェイスブック上とかでつながっていって、ね、何かの会に参加した時にしょうこさんが受付やってとか、しょうこさんが受付やってたっていうのが3回ぐらい結構続いて、ほんでこうなんか話した時に、あ、ラジオ始めたんですけど出てもらえませんって言ってもらって、でゲストに2回で出させて、2回も出てる、はい、第2回目第3回目翔子さんの番組、あ、そうなの、そうなんですよ、出させて、で美奈子の今伝えたいことは、最初は美奈子の今伝えたいことっていうタイトルじゃなかったっていう、どっかで何か聞いたこと、そうですね、そう、水と健康っていうタイトルにしてました、で、ね、ね、どっかでアーカイブほじくってください、日々いろいろね、はい、進化しております、そうですね、はい、ということで何します、逆質問、これ一応覚えておいてね、逆に何か質問した瞬間にほにゃららっていうのもできますよっていうね、あの自分の誘導人物で、美奈子は、あ、美奈子はごめん、ケイシュ、美奈子さんはこれはつけへんねんね、あ、はい、そうですね、普段自分のあんまりつけてない自分の時もね、美奈子さん最近お着物は何で、また元から好きやって、元は全然ね、そういうのに触れることがなかったんだけど、やっぱりほらなんか特にこれからって、さらにこう日本の良さっていうんですかね、ね、そういうのに皆さんこう気づいて、なんていうの、これからやっぱりそれこそ世界平和にね貢献するのも日本人なんじゃないかなってやっぱりどうしても思っちゃうし、まあ、その日本の、伝承っていうところで、やっぱりね、なんていうの、そう着物だとか、その、どうせ踊るんやったらそういう所作を、やっぱ着物着るんやったら所作を覚えたいから、そういうちょっと日本舞踊的なことをやってみたりとかっていう中で、着物を着れるように、せめて着物着れるようにやっぱりなった方がいいんじゃないと思って、2年ぐらい前からちょっとね、ちょっと着付けを軽く教えてもらってやってみて、でも未だにまだお太鼓も要線という、結局半帯しかつけてない自分で、今は古代鼓ちゃんか、
もうちょっとこう真面目に練習すればいいんやけど、うん、なかなかね練習せえへんから、あ練習か、そう気づけば練習、もちろんですよ、ですよね、やっぱしょっちゅう着ていけばもちろん慣れてくるけれども、ね、うん、たまにやったらねやっぱなかなかね、なかなかね、ただだんだん、まあ、このね手の周りぐ、ねうん、そう、ね、そう、なんかお着物着るっていうのはいろんな意味で深い、運動っていうか、うん、ですよ ね、 ね、うん、確かにそうですね、まあ本当にそうか、なんか簡易的な着物もあって、うん、まあ、そういう着方もありかなってすごい思うんですけどね、うまいこと使い分けて ね、使い分けて ね、今の時代やからやっぱり、ね、そのゆっくりとした流れで着るっていうのもなかなか難しい場合もあるしね、若いスナックのママとかね、なんか本当に会員のね、こうダラーっとなって着てはるの見ることありますけどね、うん、若さゆえにできるんじゃないかとかね、うんうん、ピカピカで光らしてね、うんうん、デコルテをね、うん、あなるほどなるほど、ね、相手のね、相手ね、うんうんうん、私たち大人になりますとね、年齢を重ねていくとね、うん、またそういうところもきちっとね、うん、きちっとするところと崩すところとね、いろいろね、まあ、それは楽しむのもいいけど、ね、ですよね、その着方ね、うん、その、うんうん、ねっていうのもすごいほらよくご存知な方っていうのは、うん、いろんな形でこうちょっとこう色気出すとか、うん、いろいろできるじゃないですかね、うん、ああいうのはやっぱ憧れますけどね、うん、なかなかそこまでついていけませんけど、まあ、意識はね、うん、意識はね、はい、うん、ちょっと学びたいと。僕も裸でね番組したことないですからね、必ずメガネしてね、武装してね、もうマスクしてね、武装して、武装じゃないですか、もう本当にいつも怪しいんですよこの2人、怪しい、ラジオ音源的に怪しい、ラジオ音源でいいんですよ、ラジオ音源さっきもだからこれ映したらみんな入るんかな、あ入るけど、これでずっとやってた時、さっきオープニングやってた時、うんうん、はい、昔本当にそうやったんでね、いいね、いいねんっていうか、何がいいね無法地帯、無法地帯、何でもいい、でも下ネタ知られへんからね、うんうん、ちゃんと繰り返して英語に直してうまいことやってはるんで、まあなってるんでしょうが、だから番組作りって今更考えたことないけど、うん、まあみんなこの今伝えたいことをね、うんうん、どういうコンセプトでどうやったらゲストに出れるんかイコールどういうあれでどういうゲスト選びをしてはんのかとか ね、あの人たちは一体どっから連れてきたのとか ね、 確かね、あそう、うん、あゲスト選びはもう本当にバラエティーに止めるよね、直感あんまりね、だからね事前に誘ったりはしないんです、うん、あって感じで、そうそうそう、ほんでなんかタイミングで、あ出ませんかって言って出てくれるっていう感じで、そう今回はたまたま1ヶ月今日空いてたんですけどね、うんうん、でいつもそれも結構間際になるまで誘わないんですよ、で結構間際になってきて、うんうん、どうって聞いた人が、例えば3人ぐらい聞いた人が、うんうん、ね、日にちの都合がつかへんということで、うんうん、ああ無理かと思って、うんうん、まあ、でもまあまあ今回ちょっとそうそうそう休もうかどうしようか、うん、それか自分が喋ろうか、うん、っていうのも考えてたんですけど、ね、そうでもやっぱりそういう時ってね、うん、実はね、うん、ちゃんと前に用事が入るんですよ、今長女が今年高2に、高2になるんですけど、うん、今の行ってる高校辞めたいっていうのを、うん、去年の8月ぐらいからずっと言ってたんですよ、大丈夫かな、生放送で言ってますけど、あ大丈夫よ、大丈夫、ね、はい、いや、ほんでね、もう本当に今日急遽、この新しい、この今ね新しくできた堺でね、できた表現のできる高校があってね、そこにちょっと友達からその情報を聞いて、昨日そこに電話して、で今日見学行かせてもらうっていう段取りで、結構動いてた、結局だから3時4時まで動いてた、子供と放送できるかできへんかぐらい、そうそうなんです、だからねやっぱりそういうふうにうまいことなってたなと思って、今日空いてなかったらもうこれギリギリ、確かにね、転入、3月転入するのにギリギリ、ね、なみちゃんは来んへんのか、なみちゃんちゃうんか、誰ちゃんか知らない、長女 ね、 ね、今の話は長女の話なんですけど、キハネでね、なみちゃん最近ね、ほんまにね、家ではねめっちゃ反抗期っていうかね、あららもう全くねママの言うこと聞いてくれ、今おいくつかしら、なみちゃん13、中学生、今日も3年にあげよう思ったけど、そういう時期かなと思って差し控えまして、ここまでやったら、おいで言うてね、うん、こう出させたいぐらいなんですけどね、うん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 、最近ね絶対ねついてきてくれないんですよ、ほとんど、まあ、そういう年やね、知らないわ、そうほんでこの前 BKTV に、うん、ついてきてもらったのは、うんうん、すごいもうだいぶ前からお願いしてて、へあら、なかなかね、そういう時期もあるやん、ね、はい、あるある、出たないもん、ママの言うことをね、どうしてもこうちょっと拒否したいみたいね、今ね、そう
そういう時もあるのね。俺だってな、生配信、生放送、あれやで、毎回緊張するからね。いや、だからそれ不思議。どこ行っても何しても。ほんまですか、緊張する。だからラジオが、あの、動画のない、要するに声だけのラジオは、あの、なんとも思いません。僕は僕であるために、ね、みなこはみなこであるために、こうやってね。はい。はい、配信してるわけですと、はいはいね、何言おうとしたか忘れました。何か言おうとしたいかな。ラミちゃんいつかゲストね。あ、そのいつかゲストは、うん、あの、まあ、もう3回読んで、うん、そういや俺言うてないん。わかりました。じゃあね、でマミちゃんあかんこともあるけど、でも第二に関しては、ね、第二やったら大丈夫やんか。そうね、第二はな、うんうん、そうそう、来月は、うん、あの決まってるから、あら、それは5月か6月ぐらい、またごちゃごちゃ、またね、ちょっと、はい、楽しみに。ただ席が文章変わるだけでやってること変わらへんと思うで。確かにね。いや、でも質問攻めにされるんじゃない。いや、ちょ、質問するだから逆質問コーナーして、謎のさ、うん、なんか質問して。いやほんまにこの2人って謎で、うん、すごい結構あのなんていうの、ちょっと芸術家肌やんか。一応タレント的な、それこそあの芸能人的な要素を2人とも持ってる方じゃないですか。実際そういうね、多分詳しくは知りませんけど、そう、詳しくは知りませんけれども、そういうことをやってこられた方っていうね、空気がやっぱ違う。でマミさんも非常にそうやって、あのさっきおっしゃってたみたいに、あのね、お育ちがねっていうところから、で今英語のことを、英語をこうやってね通訳しながらやってらっしゃるんやけど、気まぐれでね。いや、今だから、今はメインは英語の講師、英語の講師、英会話講師としては一応肩書きにもこうやって打ち込みます、ね、で僕はもうラジオジョッキーしか打ちません。ね、え、美奈子さんはあえてパーソナリティにしよう、個性的な ね方として。いやー、でもほんでまた、そうでもね、その英語講師してるだけじゃないよなとか思うし、うん、でそのアキさんもラジオしてるだけじゃないでしょ。もともとセミナー講師だけど、僕はだからラジオしかしてない。普段何してんすか。普段もしゃべってる。配信しまくり、 YouTuber じゃないな、そうや、ライバーじゃなくて、なんか配信収録して音源でちゃんと手話のマイクで撮って、チューバーなんて、まあ YouTube 曲げるけど、これも僕のところ曲げるけど、まあでも基本は、あ、そうか、 YouTuber 的なことを今やってる、で FM の番組もあったりなかったりするやんか、いろいろあるやんか、じゃあまあ映るのはもうブラカン関西ジャパンでいいわぐらいの感覚。なるほど、あ、そっちもやってはんねんな。まあでもゲストで呼ばれても、あの多分はぐらかすと思う。うん、面白くない、そんなはぐらかしたら。はぐらかすけど何かは出すで、ポロリはして帰る。せっかくね、呼ばれたからね。マミコさんお嬢やもんって言ってるけど、じゃあ俺お坊ちゃんかどうかってことは言わへんやな。そうやね、そういうことやろ。それもさ、いや結局だから多分アッキーさんもお坊ちゃんやな。あの息子です誰かのね。そういうことよね。あ、それ聞いたことあるな、なんかな。へえ、俺森蘭丸系やね。まあ、後で見話になってまうから、ね。あ、そうね。後で見話ですね。豊臣の豊はや、豊さんの豊や、ね。あ、そうやね。そうやね。そう。豊の豊や。あ、そう一緒だね。みなこのみなと、源流、豊臣のみなは、源静香のみなで、頼朝のみなで、義経のみなやけど、みなこのみなこは、あれやろ、あ、みなこのみなこは、そうです。渡辺さんやろ、そうです。本当はね。って聞いたことがある。そうです。通称はひらがなにしてますけど、可愛いもんな、森重美奈子な。森重美奈子な、ごめんな、継承じゃなくて、継はボーボーやけど、森重美奈子さん。森重美奈子さんがボーボーじゃなくて、どうか知りませんけど、森重美奈子さんは継承じゃなくて。ちょやん、今日ちゃんと3入ってるわ。3入ってるね、ほんまやね。前のゲストさんのパターンをコピーするから、3って書いてたら3って入る。なるほどね、なるほどね。しょこちゃんとか様って入るけどね。ああ、なるほど、そっかそっか。まあそんな感じで、ほんまに井戸端会議して帰ってもらっていいし、井戸端会議したらいいんですけど、あえて俺はパーソナリティってつけてんから、美奈子さんちょっと質問2つ作ってよっていうね。素で2つ作る、うん、逆質問コーナーって、うちの名物コーナー。もう、ベタです。あ、わかった。じゃあ、アキさんさ。アキさんに何やる？アキさん。あ、でもあかんわ、そんな質問したらあかん。あかん言うから。あかん言うから。そこちょっとひねってしまう。シュート回転する。あかんはないんで、あかんねん。1個な。ええねえねえ。そういうのは6時49分待ってます。アキさんの、
アッキーさん聞きたいこと、パーソナリティ美奈子、別にこつベタな質問でいいよ、別に、ね、いいんだけど、うん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 、2つね、アッキーさんってお子さん いらっしゃいます？あ、ノコメント来たでしょ、ちょっと来たね、はい、オッケー、はい、じゃあノーコメント、それ、ね、あ、ノーコメントやった、ノーコメント、ノーコメント、あのお子様いらっしゃいますか、ね、じゃあさっきね、うんうん、ここ来た時にね、うんうん、赤ちゃんいてて、いたな、赤ちゃんな、そうそうそう、私まだ見てないの、本当、まだいてはるかな、チュリーズベイビーやの、そうよ、4ヶ月の赤ちゃんいててね、びっくりしてさ、まめてられるもんじゃないからな、赤ちゃんな、そうよ、本当に久しぶりの方がいらっしゃったんですよ、 それでね、ちょっとお子様が、そう、それでちょっとね、どうかなってことね、まあ僕もしいたとしたらもうおじいちゃんやな。マジで？もしいたとしたらな。ああ、そうそうなん。え、意味がちょっと、うん、もう世代的にはそうです、そう、あ、まあまあね、いてなくても、まあまあそうなってもおかしくはないですよ、ね、うん、言ってないとは一度も言ってないぞ、私でもそうですから、言ってないとは言ってないぞ、うんうん、はい、ということで、ノーコメントとは言いましたが、何かポロリしますね、そうね、ポロリしてほしい、お子様いらっしゃいますか、うん、いらっしゃいますか、2個目の質問、まみこさんに、まみちゃんの質問はね、あ、そっか、まみちゃんは今彼氏何人いてるんですかって、彼氏今はですね、ノーコメントって言うのうん、何言ってるんですか、ほんまに、それいいねんな、聞いて、うん、いいよ、そういうのが一番聞きたいやん、彼氏何言ってるの彼氏は今、ノーコメントですが、ボーイフレンドは3人、お、すごい、3人って言ったね、ええー、の、はい、捉え方やからな、ボーイフレンドっていう捉え方、そうそうそう、まあ遊びに行くね、友達的な感じは3人、すごい、3人もいてはる、いるでしょ、いないですか、私ね、案外いてないんですよ、チンチンベル、案外いてないんですよ、チンベル、案外いてない、案外いてないんです、チンチンベル、チンチンベル、逆質問コーナー、はい、逆質問コーナー、逆質問コーナー、ご自身が気になっていることなので逆に質問しますされますよね、だから、あ、なるほど、そういうこと、美奈子に、美奈子さんのお子様についてね、お子様いるのいらない、それはね、で、美奈子さんに彼氏が何人いるのかって聞かれるでいうな、あ、そうそう、あ、そういうことか、なるほど、なるほど、あなたの今気になっていることが2つでした、あっきりかこつけて、まみこにかこつけてね、ただ本人が自分のことをポロにしてるだけ、ね、したいね、なるほど、そういう、そういう仕組みやったんやね、そ そういうことです、いやー、アーカイブご覧ください、でもあのお子さんのことはさっき言いましたけどね、気になるね、のどころの、やっぱの、いやでも本当にあのボーイフレンドね、ボーイフレンドね、今ね本当にいてないんですよ、ちょっと待って、あ、さっきあのお子さんは、お子さんも省略したのよ、お子さん、なんかお子さんは2人ね、2人、あ、2人で、そうそうそう、あの女の子2人いててね、女系やね、そうです、女系です、女系です、本当に女子3人で生活してるんですけど、彼氏、彼氏っていうのがね、今ね、今なんか本当いてなくて、募集中、パーソナリティーとしてめっちゃ恋の答えの、今いませんって、僕もそれせなあかんねん、ご飯食べに行く男性とかいないです、あー、ご飯食べに行くってなんていうんかな、まあそういうちょっと男の人というのを意識して行く方っていうのはいらっしゃらないですね、あの番組のゲストに呼ぶのも手やで、番組のゲストに呼ぶのも手やで、そう、この人って思う人を呼ぶんだよ、まあ、呼んでみて、あえて、あえて表から、あ、なるほど、なるほど。思い出作りして。あ、そうしたらいい。掘りを。俺らいつ呼ばれるんやお掘り固めね。みなこさん、なしょこちゃんの番組でもな、なんか彼氏紹介してかな、なんかこう、今度コンパ行くねん、合コン行くねんとか言って、言ってた気する。あ、そうです、一緒に行こうって言っててん、しょうこちゃんと。一緒に行こうって言いながら結局行ってないわ。オンエアに寄せたかオフレコで言ってたか忘れたけど。いや、ぶっちゃけさ、いや、多分ね、翔子さんね、あの、彼氏ね、5人ぐらいおるんちゃうかなって私は踏んでる。そうしとこう。みんなで。彼氏というか、パトロンね。そう、あの、というか、そう、そういうね、あの、なんかこう、翔子ちゃんの言うこと聞いてくれそうな方が5人ぐらい出るんちゃうかなって踏んでるんですけどね、知りませんよ、知りませんよ。うん。あの、想像ね。怒られるわ。怒られる。でもそうなんね、のみんな、みなこの今伝えたいこと、うん、今聞きたいこと、うん、気になることはこの、みなこはね、結構ね、あの女同士の付き合いが多いんですよ。そっか、ゲストさんも女性が多いし、ね、で仕事を一緒にしたり、でもそのか、その流れでね、あの、うん、遊ぶ時も、うん、飲みに行ったりとかする時も、うん、女の同士が結構多かってね、なんか男性ホニャララがあるの、
あのほら例えばこういうのとかコンプレックストラウマなんかこう、いやそれは、いや実はね、そのいやこれ実はこれはここでは言わんとこ、ここで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 言わんとこ、あんま言いすぎた、ここで言わんとこ、ここで言わんとこ、あっちで聞こっち、あらら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 、そう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 、まあだからすやな、女子高女子大とかさ、環境にもよるしさ、まあそうだね、私もずっと女子やわ、あというか高校からね、女子高女子大でお勤めしたところ、最初ネイリストで女子ばっかりの職場、えネイリスト、はい、ネイリストからね私社会人デビューしてる、すごいね、なんか最後にやっと聞けた、聞けたね、ネイリストでっかい指輪やもんな、指輪かい、これはねアクアマリンちゃんのね、アクアマリンね、はい、水っぽくて綺麗でしょ、なんか、あそういうことやっぱ水やな、そうです、水のイメージ、水神様が魚座です、そうそう、アクアマリン魚の中で、魚さんをね水の中で心地よく暮らしてもありますね、アクアマリンは、ということでお開きタイムです、あらもうお開きタイムです、あっという間、あっという間でしたね、第2土曜日の4時半から宮古に今そうね伝えたいことは、来月はあるのかな、あります、はい、ありますよ、4月ね、第2土曜日ね、あの面白いゲストが来ます、面白いゲスト、はい、女性ですか、男性です、あらおあら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 、ほら今あれじゃ、このアーカイブ見てて、あ俺のことって思ってた、ごめんなさい、もうね、あの、はい、奥様もお子さんも素晴らしいお子さんもいらっしゃいます、あら残念、世の中何が起こるか分かりませんけどね、でもね、もうあかんか、後で、まあ、後で喋ろうということで、スクショのそこを覗きたいってみんなに、スクショのお手でもらっとこうかな、お前、ね、手だけ止めといてもらっていいですか、どこやったっけ、ここ2人は1カメ、僕だけ3カメね、はい、スクショ、スクショ取ります、はい、ここね、はい、じゃあスクショ取ったことにします、はい、取りました、はい、それでは、改めて美奈子さん、ありがとうございました。Thank you for coming. とよこさんもありがとうございます。Thank you, Akira J. またいつかお呼びください。もう僕はビール飲みたくて仕方ありません。はい、さあということで、何か本当に言い残したことがあったらあれですが、あの告知とかえってまとめてもらったら、ね、うん、なかったらもうそのままあの。あ、そうか、じゃあまあまあ正確やから。うんうん、私あのいつもラジオでは、あの自分のみんなこの伝えたいことはね、うん、ゲスト様のことをメインでお話ししてますけど、うん、はい、私がやってることはさっき言ったみたいに、あの森重みなこでぜひ検索してみてください、結構出てきます情報、まあ、特にあの、まあ、私が水と健康というのを最初のテーマにしてた通り、うん、あの 美と健康の真髄をね、うん、結構アップしてるので、よかったら見てください、うんうん、ね、森重みな子で検索してみてください、はい、検索結果はレポートは出さなくても大丈夫です、あさあではいいですか、 See you next time でね、right. お開きでございます、まみちゃんよろしく、 OK thank you for watching and listening everybody see you next time、 またお会いしましょう、バイバーイ、はい OK です。